これってさ、背置きだった者たちってことこれわ、Why? ストリートファイター5になってきたね。おかしいだろ、一発目から。なんで強化されてんの、こいつ。体育のリターン上がったか、いと。おい、誰か、ストリートファイターのパッチノートくれ。全ファイター共通。ここら辺はまあ、正直どうでもいい。いきますか。とりあえず。ね、これってさ、背置きだった者たちってことこれ これってこれって据え置きだった者ちってことわわいわいなぜ間に合わなかったかダルシムはねおもろい教科入ったよはい、えー、まず方針調整方針ですねえー、全体調整の際に変化が少なかったキャラクターのため追加調整を行いましたありがとうございますありがとうございます 各技の使い勝手を向上させたため戦術の幅が広がる要素,要素として SA1 をガードさせた際に回復可能ダメージを与える効果を追加しましたさあおもろいねストリートファイター5になってきたねしゃアなしみたいな書き方まあ実にその通りではあるからなコンボないよえー、アシストコンボはいいや立ち中 P がヒット時にプラス0まぁ、あ、てかそもそもなんでこれマイナー2だったんだって思うけどね俺はでもまあプラス10になった嬉しい で立ち強敬パニカンをプラス24フレに変更だからまあだからラッシュしてフルコーンなんか新しいのワンチャン入るかなぐらいかなやってみようでジャンプチューピー腕のやられ判定判定先端部分を相手のめくりジャンプ攻撃に当たらなくなくしましたこれはいいよね超いいよねこれジャンプチューピーマジで負けてたからな今までなんかバックジャンプ技とかに殺されてたけどそれがなくなったってことでしょこれえー、で次 えー、ネハンパンチ空中ヒット時の、えー、横方向への吹き飛び距離を縮小しました空中ヒット時も、まあ、これはよくわかんないでヨガファイヤーがホールドバンに移行するタイミングを5フレから7フレに変更ホールドバンガード時の硬直をマイナス3からマイナ1に変更これもいいねヨガファイヤーガードさせとき有利フレームが増えてるってことですねでオーディーヨガファイヤーが初段ヒット時ののけ取り時間を 20フレームから24フレームに変更しました。初段のヒットバックを縮小。攻撃前に発生する体部分のエられる判定を消去。ほう。攻撃後の体部分のエられる判定を後方に縮小。ほう。はあ、o ヨガファイヤーちょっと強いね。で、ヨガフレームがオーディヨガフレームが初段の攻撃判定を前方に拡大。2段目以降のコンボ中に相手にのみヒットする攻撃判定を拡大している。落ちなくなったってこと だな拾えるし落ちいけるってことやんな、えー、ヨガコメット OD 相手にジャスパ取られた際に各種動作で再行動を行っても着地までジャストパリの補正が継続されてしまう現象を修正しましたそうだったんだヨガコメットジャスパされて浮いた状態だったらジャストパリになっちゃうんだへえー、でヨガインフェルノここがねここがねおもろいんだよ ガード時、相手に回復可能ダメージが発生するようになりました。白ダメージが発生します。で、回復可能ダメージは792となり、バーン途中は490の削りダメージ。だから、やばいよね、これ普通に。792ダメージ、白ダメで取れるってことでしょ。で、プラス、弱中がマイナ10になったから、超強いね。反撃できないんじゃない先端でやってたら。え、で 強を発動、攻撃持続3フレームまでのやられる判定を立ち状態からしゃがみ状態と同等の高さに変更え対空だ無敵はついてないけどヨガインフェルノ強ヨガインフェルノで対空潰されにくくなったってことやね潰されるけどがダルシムの調整らしいまあまあなんかいろいろおもろそう で、俺が気にしてんのは、あと誰だろうなこいつマジで。全体調整においてほぼ変化がなかったため。わずかに調整を行ってます。キャラクターの魅力や強さは十分発揮されてため。少し辛い。これ。で、ドリームがエッセイゲージ増加量が少なくなったって感じだね <laughs> おかしいだろ一発目から。立ち強系。ガード時プラス4。ジャンプ強 P。持続5フレ。なんで強化されてんの、こいつ。 ジャンプ強敬空中ヒット時の吹き飛び時間を増加ひ、ええじゃあ拾い直せるってことジャンプの高い位置でヒットした際の着地までの時間を短くしましたは空対空からこいつええこれって空対空からコンボがしやすくなりましたってことそれ空対空から SA2 いけるようになった対空のリターン上がったかーえど対空 SA3 で4900出る こいつマジ強化されてんじゃんサイコフリッカーパニカン時の追撃猶予1フレ延長ええちょっと待って追撃猶予1フレ延長って強化やんなこれえちょっと待ってえええサイコフリッカーって紐やんな紐パニカンの時拾いやすくなったってことマジサイコキャノンヒット後に追撃した際にコンボが終了するまでエドガンの衛ゲージ増加量が80%になり80% 80%ってことはさ、全然よくね ?20% カット ?80% ってそんなよねうわ、マジか、江戸強化なんだ。これはでも江戸使いは、シスコとかマジ嬉しいんじゃないザンギーどうなった全体調整で、様々な性能を向上させた結果過剰な性能になってしまう。まあそうですね。2バット。ガード時の硬直は、マイナス3からマイナス4お、反撃あるね。ヘッドバットは、 攻めの継続性と崩し能力の高さを鑑みてヒット時のリターンを下げる調整まあ2バットとヘッドバットだけなんだまあでも2が弱くなったのは良かったねなんかこいつもちょっと強くなったと聞いたぞトリプルインパクトはいはいはいタゲコンか AKOK でのルークの全体的な攻撃力低下を鑑みてパラメータの補正おお。ターゲットコンボ強くなったアウトローキックはい引きだけコンボはい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 コンボしやすくなってるわ 引き台系シャガダイ P コンボがしゃがみ弱 P ヒットバック縮小ガードバック縮小いいじゃんこれいいじゃんこれ普通に強いやんでしゃがみ中 P のヒットバック縮小おおいいじゃんコンボ入りやすくなってんじゃんとてもえぇ、ー、タゲコン成功でハ200ダメージ上がってるいいじゃんおもろいやんいいアップでじゃん JP も強くなった JP はしゃがみ強 P の対訓性能を向上お 以前ほどではないもののしっかりと反応できた場合に判定がせおおいいじゃんへえ対空強くなったらしいようっはあだいぶ強くなってまんなプラ1からプラ3に変更だって中継 SA2 いけんじゃない攻撃速2フレームから攻撃地図ん対空無敵へへ <laughs> 強くね対空無敵戻ってきたん強 JPDJ 全体調整の際、強化、なんか、あれだな、この前めっちゃ弱くしたキャラ、ごめんね、調整だな。比較的使用度の低いワンニングムーン、中継ってなんだこれ中段だよね、中継って。通常版はパニカン時に追撃ができるようになってますえ。え通常時でパニカン追撃え、OD 版に関しては SA で追撃できるようになりました。なんか SA1 も強くなってね。めっちゃいいじゃん。ま、こんぐらいか まああとはまああとは皆さんまあ自ら調べてください